クリスタプス・ポルジンギスは、ラトビア・リエパーヤ出身のプロバスケットボール選手。身長221センチメートル多重109キログラム。ポジションは、フォワードセンター。NBA のナラス・マーベリックスに所属している。愛称はユニコーン。6歳の時に地元リエパーヤの、クラブチームのユースチームに入団したポルジンギスは、2011年に、スペインに渡り、 リーガアッコブの CB セビリアと契約。2011から12シーズンは B チームで過ごした後、2012から13シーズンによりトップチームに所属。レベルの高いリーガアッコブの中でも有望株として注目されたポルジンギスは2014年の NBA ドラフトにエントリーする予定だったが回避。2014から15シーズンはユーロカップでも活躍し、 ライジングスター賞を受賞するなどした。2015年のポルジンギース自身をつけて、改めて2015年の NBA ドラフトにエントリーを表明。全体4位という高い評価を得て、ニューヨークニックスから指名された。なお、ドラフト会場にいたニックスファンからは、昨シーズンの低迷もあり、即戦力となる選手を期待していただけに、 全米では無名に近かったポルジンギスの指名が決まった直後ファンからブーイングが巻き起こった。さらに同チームのエースであるカーメロ・アンソニーもポルジンギスの指名を疑問視する発言をした。1年目の2015から16シーズン開幕戦のミルウォーキーバックス戦で16得点5リバウンドで NBA デビュー。11月17日のシャーロット・ホーネッツ戦では 自己最高の29得点を記録した。その後もドラフト時の評価を覆す活躍で、このシーズンは72試合に平均28.4分の出場で、14.3得点7.3リバウンド1.3アシスト0.7スティール1.9ブロックなどを記録し、NBA オールルーキーチームのファーストチームに選出された。 2016から17シーズンの2016年11月16日に行われたデトロイトピストンズ戦で35得点を記録、試合はニックスが105から102で勝利した。12月11日に行われたロサンゼルスレイカーズ戦で26得点、12リバウンド、キャリア敗退の7ブロックを記録、試合はニックスが118から112で勝利した。 2017年1月19日に行われたワシントンウィザーズ戦で左アキレス腱痛から4試合ぶりに復帰、NBA キャリア初のベンチからの出場となった。ポルジンギスは15得点を記録したが、試合はウィザーズに113から110で敗れた。2017年のオールスターウィークエンドでは、チームワールドの一員としてライジングスターズチャレンジに出場。 さらに NBA スキルチャレンジでは優勝を飾った。このシーズンは66試合に平均32.8分の出場で18.1得点7二リバウンド1.5アシスト0.7スティール2.0ブロックなどを記録した。2017から18シーズンの2017年10月30日のデンバーナゲッツ戦では38得点を記録。 11月5日のインディアナ・ペイサーズ戦では自己最多をさらに更新する40得点に加え6ブロックショットを決めた12月12日に行われたロサンゼルス・レイカーズ戦で37得点11リバウンドを記録試合はニックスがオーバータイムの末113から109で勝利した2018年1月23日2月18日に 行われる NBA オールスターゲームに出場することが発表されたが2018年2月6日に行われたミルウォーキーバックス戦で左膝前十字人体断裂の重傷を負った2018年の NBA オールスターゲームに初選出されていたがこの負傷により欠場となった2018から19シーズンは前年の前十字人帯の負傷の影響により全く 試合に出場できなかった中、2019年1月31日、ティム・ハーダウェイ・ジュニア、コートニー・リー、トレーバークと共に、デアンドレ、ジョーダン、ウェズリー・マシューズ、デニス・スミス・ジュニア、複数のドラフト1巡目指名権とのトレードで、ダラス・マーベリックスに移籍した。オフにマーベリックスと5年1億5800万ドルで契約延長した。 2019から20シーズンは57試合に平均31.8分の出場で20.4得点9.5リバウンド1.8アシスト0.7スティール2.0ブロックなどを記録した。初出場となったプレーオフではロサンゼルスクリッパーズと対戦しルカ・ドンチッチと共にチームを牽引していたが第3戦で右膝半月き板損傷により負傷退場した。 オフの10月に半月板の手術を受けた。2020から21シーズンは12月に開幕したが、手術の影響で復帰が遅れ、2021年1月13日のシャーロット放熱戦で初出場し、約21分間で16得点を記録した。ありがとうございます。